パーライアッカーラルは、南インドのナーヤカアサの支配のもと、タミル地方南部及び内陸部などにおいて、半独立的な地位を保った、領主層。パーライアッカーランとも呼ばれる。イギリスはこれらを、ポリガールと呼んだが、その名には自衛のために武装した村長や、混乱に乗じて自立した、地方役人なども含まれていた。ピラ・パーンギア・タ・ボンマンの銅像、パーライアッカーラル、の制度は、 タミル地方のマドライ・ナーヤ・カーサの君主、ビシュバ・ナータ・ナーヤ・カが最初に導入したのだという。ビジャヤナガル王国が、ターリ・コータの戦い以降に衰退すると、マドライ・ナーヤ・カーサなど、タミル地方のナーヤ・カーサは、パーライ・ヤッカーラルの制度を導入し始めた。これは、自国の領主らに、功能、軍事力の提供を条件にパーライ・ヤッカーラルの称号を授け、 各々の領地を報道として認めた。これはかつてビジャヤナガル王国が取ったナーヤカ制度に似ている。パーライアッカーラルは地元の要塞を拠点とし、領地の管理、治安の維持、王国への税の納入、王への軍事力の提供もいった。彼らは徴税した4分の1の税を自ら保持し、残りは国庫に収めた。このようなパーライアッカーラルは、 マドライナーやカーサだけで72人いたという。彼らは小さなものは数カ村からプルコッタイやラームナードといった大きなものは数百カ村を領有した。だが、17世紀末から18世紀初頭、ムガル帝国のアウラングゼーブによるデカンを呼び、南インド遠征の後、カルナータカ大主がタミル地方を支配するようになると、それらに従属するようになった。しかし、 18世紀後半に政権の財政が英国からの借財により悪化するとパーライヤッカーラルとの間に徴税問題が生じた。1752年にはムハンマド・ユース・フハーンという徴税官が政権より派遣されたがパーライヤッカーラルはこれに抵抗している。ムハンマド・ユース・フハーンは最終的に政権側ともトラブルを起こし1764年に処刑されたが それでも多くのパーラヤッカーラルを服属させ、幾名かは殺害している。18世紀末、英国と朝税問題で揉めたパーラヤッカーラルの一人、ビーラ・パーンギア・カッタ・ボンマンは、1799年5月に、マイソウル戦争が終結すると、すぐさま、イギリスに大使放棄した。だが、彼はイギリスに敗れた後、裏切りにより捕らえられ、同年10月に、イギリスにより処刑された。 1801年2月に投獄されていたカッタ・ボンマンの弟、ウーマイ・ドライが脱獄し、地元の人々を集めて拒兵した際には、パーライ・アッカーラルの大規模な反乱となった。だが、ウーマイ・ドライらの反乱指導者らは戦いに敗れて、10月に捕らえられ、11月に処刑された。そして、1805年7月に、最後の指導者、ディーラン・チン・ナマライが処刑され、 戦争は終結した。この戦争により、イギリスは多くのパーラ・やカーラルの領地を併合し、多くを処刑あるいはアンダマン諸島に追放した。だが、一部の対英協力者は、イギリス統治下の反王国あるいはザミンガールとして、その領土が安堵された。反王国としては、プルコーッタイ、ザミンガールとしては、ラームナードが挙げられる。 タミル地方北西部及び南部はこれらが多く存在した地域であり、それぞれウェスタンポラム、サザンポラムと呼ばれていた。ありがとうございます。